Good morning, Mr. Freeze! やばすぎ。やばすぎる。この番組は、今日のスポンサーの代表だ！お疲れ様です。はい、どうも皆さん、こんにちは。アイスクリーム講師のデスヌイ様でございます。今日もよろしくお願いします。リアクションどうかー行きたいと思います。今日取り上げさせていただくのがこの辺出るかな。はい、葉月スラッシュ新色ルーズコントロール、ラルカンシェルカバーと、書いておりますけれども、あのリンチの葉月さんがですね、ラルカンシェルのもう超絶かっこいい名曲、新色をですねライブでカバーされてるんですよね。これはもう見るしかねえと。原曲の感じはすごくリスペクトされつつ、葉月さん節もたっぷり盛り込まれてるこの究極のライブ映像を皆さんと一緒に楽しんでいければと思いますので、今日もぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。こんな感じでこのチャンネルでは日々発声関係、ボイトレ関係のお話だとか、リアクション動画だとか、アップロードしておりますので、まだチャンネル登録お済みでない方はぜひよろしくお願いいたします。行ってみましょう。行くぜ。18やって。ちょっと皆さん、これエロすぎませんか？もういきなり。もう静けさの中からやってくる葉月さんの、この艶やかな低音ボイスね。そして、ご覧ください。この、滴る、このセクシーな、この汗の感じね。これをちょっとぜひ、ウォーターサーバーの中に。はい、ここ A メロの部分なんですけれども、あの葉月さん節がですね、もう早速いろいろ盛り込まれてまして、まずね、冒頭の Lose Control のとこなんですけど、ここでまず2個あって、まず1個目、 Lose、 ここの部分でね、割とあの口の前の方に音を集めて響かせるような、イメージで発声をされてるんですよね。こうするとね、ちょっと声艶やかになるんですよ。 Lose っていうよりも Lose、 こっちの方がちょっとこうエロくなるんですよね。からの、この後のビブラートの部分なんですけど、これ割と、ちょっとこう、ビブラートね、上にピッチをね、ちょっと半音ぐらい高くかけてるんですよね。Lose control! って言えば、Lose control! みたいな。まあいいね。ここは割とフラットなんでね。ちょっと上なんですよ。はい、ここもちょっとテクニックですね。あなたさ、ちょっとこう、ここで音をちょっとこうつまむような感じ、ちょっとウボインにされてるんですよね。割とこれもですね、こう音がストレートに、しっかり伸びてくれるような感じになったりします。上にね、旅を予感させてますよね。まあで、めちゃくちゃ頭蓋骨に響かして、そうわーで、ちょっとこう、で、裏声側に抜くっていう。サビ前のこの抑揚ってのがめちゃくちゃこう勉強になりますね。
のサビ、原曲もね、ハイドさんちょっとこうちょいちょいこのサビの部分とか、がならせてらっしゃるんですけれども、もう入れてくれる、もう顧客満足度が高い、本当にめちゃくちゃ高い、本当にね。で、サビ前ですね、ちょっとこう音を揺らすっていう Good morning Mr. Fear って感じで、こうこのテクニックもですね、葉月さん結構多用されてますね。揺らしていく、ごちそうさまです。サビ後半でちょっとがなりの感じがちょっとより凶悪さを増した感じ、わかりますか。で、サビ終わりでイエーイ、こうなんかスクリームともガナリとも言えない、こう、絶妙なこう、ラインで攻めてくるっていう。照明もいいね、これ。半分スクリームみたいな感じだね。はぁ、伴奏が最高ですな、これ。生と通って感じじゃない、なんか動いてドンって何にもなくなって、あるーってまた入ってくるみたいな。私これお邪魔させていただいたんですけども、泣きそうでした。ルーじゃなくてうるーね。上にね、喉の深さどうなってる、まだまだ、どんだけ喉深いんですかっていう話ですよ。これはもう天性ですね。もう、ううにちょっとしてますよね。伴奏が良い、ひたすら。何これ、ちょっともう一回聞いていいですか。優しくね、ここひらひらっていう歌詞なんで、ちょっとこう裏声に抜くようなニュアンスを結構入れて、ひらひら感を多分出してるんだと思うんですよね。ひらひらで、ちょっとこう、ちょっとファルに抜いてますもんね。で、浮かぶ、すっごい深いビブラートの後に、クッと吐き捨てるみたいな。これも葉月さんね、よくやられるんですけど。で、こうダークな雰囲気に合ってるんだな、これが。
やばすぎる。このためがやばい、マジで。本当に。心臓にいい。心臓にいい。これはマジで。寿命が伸びる。でさ、この曲に限らず、まあ、草原って結構そうなんですけど、結構その演奏の間で、もう完全に音が途切れる瞬間の結構あるんですね。その間に入ってくるブレスね。で、息吸う音とかもなんならちょっと作品になって、まあまあなんならっていうか、まあそのつもりでもちろんやられてると思うんですけど、作品になってるんですよ。この感じっすよ。このままサビいきましょう。神やな。やっぱこう、奏でるタイミングをね、一サビと微妙に変えてきてるんですよね。極悪？鳴り響きましたね。さっきのなんか、めちゃくちゃがなりっていうよりも、ちょっとこう、スクリーム感のある歪み声になってますね。うわぁ！取っときましたと言わんばかりに、この最後の最後で、もう、スクリームを持ってくるっていう。もう一瞬だけだけど、ものすごく、全体をここでなんか引き締めてるというか、めちゃくちゃ効果的なアクセントになってる感じしますよね。切り替えよ。全部がなってる。ここやばい、やば。ワーワー、どうもありがとう。いや、素晴らしい。作品としてのクオリティやばくない？これなんか全部がなんか調和してるわ。このオーケストラサウンドで新色をやるっていうのもいいし、そのボーカルを葉月さんがやるっていう、このチーズカツカレーみたいな、わかる？なんかそりゃうまいでしょみたいな。この静と動がさ、こう混在してる状況下の中でいかに歌で聴かせていくかっていうのをするためには、やっぱりこうこれぐらい細かい技術を盛り込んでいったりとか、あのスーパーなボーカリストである必要があるっていうのがもうめちゃくちゃよくわかる動画だったと思います。今回の動画良かったという方はぜひ、グッドボタンとチャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、本がお送りいたしました。バイバイ。